橋戸八1879年3月10日から1936年3月23日は、日本のアマチュア野球選手、新聞記者。ペンネームは、橋戸岩鉄。日本初のプロ野球球団である、日本運動協会の創設や、都市対抗野球大会の開催に関わり、野球伝道入りしている。東京府芝区出身。 青山学院中学校野球部でエースを務め、当時の強豪であった一校を二度破っている。青山中学卒業後の1901年、東京専門学校文学部哲学科に入学するが、ベースボール部にはすぐには入部しなかった。同年の冬になって、野球部部長、安倍伊藤の説得により入部。翌年、初代首相の大橋武太郎が、 家庭の事情で退学したために代名首相となる。1903年、壮大の他の部員2名とともに、慶応義塾大学野球部寮を訪問して、挑戦状を差し出し、これに応じた境内との間で行われた野球の試合が、現在の総計戦のルーツと言われている。この時の挑戦状は、野球体育博物館に保存されているが、これを書いたのは、橋戸だと言われている。また、橋戸が、 死者となったのには、青山学院当時に、境内の練習に参加しており、境内の選手たちと窮地の間柄であったからだと言われており、そもそも総経戦のアイデアを考えたのが、橋戸だという説もある。1905年には、野球部のアメリカ遠征のメンバーにも選ばれており、これは、試合結果こそ芳しくなかったものの、当時まだ、日本では知られていなかった数々の技術、 戦略を学び取り、日本の野球技術を高めるのに一役買っている。また、これらの新技術について、野球部部長、安倍伊藤の命によって、同年、最近野球術という本にまとめ、広く紹介している。なお、この本の前書きには、橋戸は、この頃から、岩鉄の号を使っていたことが記されており、このペンネームは、 後年の新聞記者時代に使われ始めたという説は誤りである。1907年に大学を卒業するとアメリカに渡り約4年間暮らす。帰国後は1万長報を経て1916年大阪朝日新聞社に入社。全国中等学校優勝野球大会の運営に関わった。1920年には押川清志、河野敦氏らと 日本運動協会を設立し、無限責任社員3人のうちの一人に名を連ねた。1925年、東京日日新聞に入社。ここで、壮大時代に行われたアメリカ遠征で、すでにメジャーリーグで定着していたチームのフランチャイズ制度に着目していた橋戸は、日本の都市を代表するチームを競わせようとする大会の実施を発案。1927年に、 都市対抗野球大会の開催にこぎつけた。1936年、肝臓癌で入院し、一旦は退院するも3月23日に、急性肺炎を併発して死去。57歳坊つ。墓所は東京都港区芝の実家安楽寺。橋戸の死去を受けて1936年の都市対抗野球大会では、橋戸の功績を称え、大会最優秀選手に与えられる賞として、 橋戸賞が設置された。1959年に創設された野球伝道において特別表彰により第1回の伝道入りを果たしている。ありがとうございます。